うほうほということで、アンマン、アンキュア満点のお客さんは赤点な君の、フェーン現象の、解説に入りたいと思います。で、フェーン現象って何なのっていうところは、他のね、動画見てください。今回は計算だけを取り扱うので、フェーン現象なんだと、そもそもなんだとかいう人は別なね、動画とか自分の参考書を開いて、理解していただけたらなと思います。さあ、じゃあフェーン現象をね、説明する上でですね、2つ覚えておかなきゃいけない数字があります。それは乾燥断熱原理と湿潤断熱原理、この2つが、いくつなのか覚えておかないといけないですね。乾燥の方は 1.0 度、まあ1度だね。で、湿潤の方が 0.5 と 0.5、 青すごい出るね、見やすいね。赤見づらいね。赤これ1って書いてるからね。100m 上昇するごとに1度気温が下がりますよ。ね、何がっていうと空気がね。空気が 100m 上昇すると1度下がりますよ。どういう時？乾燥してる時ね。乾燥してる時っていうのは、これは湿度が 99% までね。いいですか。100% 未満ね。100未満。薄いな。大丈夫かな。はい。乾燥してるってどういう時って言ったら、湿度が 100% 未満の時。ね、逆に湿潤、これ何って言ったら 100% の時。 100% の時は 100m 上がるごとに 0.5 ずつ気温が下がっていくよというのが、覚えておかないといけないところですね。はい、じゃあちょっとね、例題を用いて説明していきましょう。まず地上にね、なぜか20度の空気の塊がありますと。で、これが山にぶつかってね、どんどん上に上がっていくよっていうのを想像していってください。でですね、0メートルからですね、1000メートルまで。ここまでは乾燥して進みます。乾燥して進みます。なので、1000メートルで、何度ですか ?10 度下がるんですか。ここまでで10度下がるので、ここで10度ですか。になります。で、100メートルで雲が発生。雲が発生ってどういうことかというと、これです。ね、湿度が 100% になったよっていう時なので、ここからは 0.5 ずつ下がっていきます。で、標高 3000m でここまで1000で上がったので、残りここ2000なので、2000m を 0.5 ずつなのでいくらですか。頂上に行った時は0度ですか。はい、0度、いいですか。上がっていって上がっていって、ここで0度と、いいですか。で、下がる時はどんなことがあっても、何があっても絶対にこっちで下がります。こっちで下がります。なんでか分かんない人は別の動画でフェーン現象を見て、いいですか。なので、3000m を一気に下がってくるので、今度、これね、100m 上がるごとに気温が下がるんだったら、100m 下がると気温が上がるよね。なので、3000m を一気に下がるから、ここは30度ですか。ポイント。ね、降りてきた頃には30度になっているよと、ね。はい、最初20度だったのに、山をね、登って下るだけで30度になっちゃった。暑いなぁ。暑いなぁ。しかも乾燥してんだよ。やだね。地理をやってる人は結構重要なんじゃないですか。ということで、演習編行きましょう。